今日も雨は降ってないようだ。19日、お、土曜日か。チュンチュン。さて、ほら、鶏、土曜日なんでね、鶏売ったりはできません。やっぱ人手不足すぎる。一人っ子政策、子供は労働力にしよう。田舎の農村ではね、基本だよね。収穫の手伝いさしろって。7だったよね。6、7。毎回ね、A なのか Y なのか迷うのよ。どっちだっけ？これはね、いろんなゲームを同時に進めるとよくあることなんだけどね。特にね、やっぱ、B' か R' かが、ね、いろんなゲームによって違うかったりするんで。土曜日って特にすることないよね。ミルク、北海道かな、行った時にジャージー牛ソフトみたいなやつ食べたんだけど、美味しかったっす。粉みかん。お前早くいい加減でかくなれよ。でかくなんだよあいつ。もう22時ぐらい経ったんじゃねえかって思うんだけど。やること終わり。さあ、それじゃあね、最後の芝刈りに行きましょい。芝刈り終わったらこの耕さなきゃいけないんでね、柵伸ばすんはまああと8割以上らしいんでね。斧でか。ダリウスの斧どころか、サイオンの斧ぐらいありそう。1個はさすがに手でやる。スタミナの無駄だからね。すっげえ綺麗になったと言っていいんじゃないでしょうかね。おお、昼飯の体力回復ちょっとチャチすぎね。ええけどさ、もう鎌いらんな。2個以上のとこない。まあ当たり前やけどね、2個以上のところ借りながら進んだんやから。さて、じゃあね、まあ残業はしないように。次はハンマーやね。もう鎌がいらないんで。いやー、とりあえず残業しない縛りでやってても、さすがに今月中にやることは終わりそうだね。ね、こうやって広げても別に何にも育てないからね。
そもそもさ、全部を農園にしちゃったらさ、もう他に何にもできなくなるよね。そもそも多分収穫とか何にもできないと思う。このゲームはね、嫁結婚しても嫁仕事しねえからな。あいつらの仕事は一応子育てになるのかな、うんね、毎日こんな一人でこんだけ作業した後に子育て、子作り、そんな元気残ってんのか。もう寝かせて。天気予報、雨降らねえな。ヤンボーマーボー天気予報、ね、僕の名前はヤンボー、僕の名前はマンボー、まん延防止策だ。はい、おやすみ。おいし、まだチュンチュンしてる。このチュンチュン演出があるのって何なんだろうね。これが、お、今日は収穫日じゃねえか。そろそろ祭りだろ。気をつけないとね。ちょっと待って、日曜日や。収穫後に種まけへんや。ね、俺には休みねえのに町の奴らには休みがあるんだぜ。こんな誰が牧場やろうって気になるんだよ。ある意味現実だけど、現実が襲ってきたぞ。村人はね、土日しっかり休んでんのに俺に休みはないとかさ、ある意味リアル牧場のきつさを表してるわこのゲーム。種をまけなかったら収穫が1日遅れるんですよ。牧場経営ってつれえな。2、4、6、7ですね。もう一回株が収穫できるはず。まあする必要はないんだけど。夏ね、一回トマトかキュウリだっけ、トマトと何だったっけ、トウモロコシを収穫したら多分それ以降は何も作らなくなると思う。2、4、5、2、4、6、7。これまだ取れ、あ、下が取れるか。せっかくなんでね、このゲームには巻き戻し機能というものがあるんでね。まあ、昔よくある、ハンマーだな。シムシティで街作り終わってすることがなくなった後にすること。あーあああえいけちー、環境破壊は楽しいぞい。巻き戻し最高。ふう、壊れたか。と、間違えた間違えた。と、ぬんぬん、くっついてから投げよう。このまま動くからな。動かなければいいんじゃけどの。くっそ、どっか繋いどいた方がいいんじゃねえかこいつ。まあもう一回株収穫できるけど、
もういいかっていう気もしてる。エンディングに向けて全力ダッシュでいいんじゃないかっていう。昼飯、これが農家の現実です。収穫しながら昼飯食いますよ。手汚れてるけど気にすんな。スタミナは使わないからね。ハンマー、あーもう一日が終わる。これせめて後ろから取れたらな。一応残業はしないんでね、火が落ちれば。思ったけどね、スタミナの問題でスタミナを使い切ろう。2570円。じゃあスタミナ使い切ったら寝よう。6マス1、2、3、4、5、6、こうか。行くぞ。ただね、割とこの牧場、財産が眠ってるよね。結構お金見つかるんだよな。1、2、3、逆向きゃいいか。8割耕さなきゃいけないらしいからね。これはスタミナ使う行動なんで、ちょっと早めに始めとかないと。ああ。終わり。これぐらいしか一日で耕せないんだね、スタミナ。つらたん。おやすみ。全然雨降らねえけど。またチュンチュンだ。そしてあさってだね。春祭りで月曜日。今日はね、町に繰り出すよ。まあまあ、カブくん、最後のカブくん。嫁と結婚してからは、ただ毎日がね、いたずらに過ぎていくだけ。子作りしかしません。2、4、6、8。よし。処理落ち。余命はあれだよね、寄生虫だよね。だってもうね、生活の基盤が整ってから嫁に来て、それ以降手伝わねえって。2、4、6、7、ね、普通はね、結婚して一緒に牧場を広げていこう的な感じなんだけど。いや恐ろしいや。かまと牛先かな。牛を荒らしてね、ちょっと町行って種買ってこないといけないからね。
よしよし。てか、牛、お前いつでかくなるのマジで。あれ？違う。いや、違わない。やっぱでかくなってないよね。あれ？こいつ、一生でかくならねえのか。23日ででかくなるはずだよね。こいつはあれだよ、冬越してから買ったからしょうがないとして、こいつ冬の途中で生まれたろ。もう23日経ってんだろ。あれねえ、冬入ったばっかりぐらいに種付けして、冬の残り10日ぐらいだから、もう大きくならないとおかしいよね。ドナドナするか。売れなさそうだけど、子牛の状態じゃ。とりあえず種買うか。ね、1、23、4、5、6、7、8でね、あえてね、あの倉庫のアイテム欄マックス状態が見たいんで、意味もなく買うか。なんか春から夏になった瞬間に消滅しそうなんだけどね。とりあえず鶏売って、久しぶりに来たな。週に1回しか街に顔出さねえ。ねえ、こんなんで農家に結婚しろっつんだよ。誰が結婚すんだよ。嫌な言い方するけど、この村も十分ど田舎だから結婚相手いるけど、都会から誰がこんなところに嫁に行くんだよ。お、今日は早かったね。とりあえず種まき、どっちしてか。株こっちだよね。それすら。よかった、当てた。まあ巻き戻しがあるから最悪。お昼、もう巻く必要はないんで。実際ね、これ8か、8マス分で結構いっぱいいっぱいなのに、これ以上でやっぱでかくても意味ないよね。かま、これあの左2個に、トウモロコシとトマトが入るのかな。全部埋めれるか。よし、よし、はあ、じゃあ、あとはスタミナ使い切って。よし。
この釜すげえな。オラも欲しいぞ。オラはすでにやってたからな。おめえも真面目に働け。悟空は、ね、無職だとよく噂されますが、実際は働いてます。畑やってます。750円。それどころかトラクターをね、使ってたりね。個人的に、話好きだったね。運転免許取る話好きだったね。アニメオリジナルのくせに面白いんだよ。おら、バカなことやってねえでおめえも働けっていうね。よし、はっはっ、ね、この最後の花が咲く日は来るんでしょうか。花が咲いたよ。並んだ、あ、並んだ、赤白、黄色。あ、終わった。今日のお仕事終わり。さあ、今日はね、明日か。は、祭りの前夜です。まだ私、独身ですからね。どの女の子とデートしようかな。うん、おいしい。これは祭りのイベントの前日教えてくれる少年だね。明日は花祭りっすよ。3時までには来てくださいよっと。にゅん。このペタンした犬可愛いよね。ペタン犬と名付けよう。ペタン。ポップが使いそう。あれってペタンなのベタンなの、未だによく分かってないんだよ。やっぱ昔からね、ルビーの文字が小さすぎてね、ペーとベーの区別がつかないっていうのはあるあるだと思う。でね、自分で間違えて覚え、くそ NPC 間違えて覚えてて、正しいのを分かった時にはもういいわ、間違ったままでええわってなっちゃうやつ。24、6、7。1、2、3、4、5、6。あいつが邪魔で一番近くて使えねえんだよ。本当に鶏って邪魔だな。お前、その釜で、その桑で何をする気だ。耕してやるわ。不協和音だよね。ちょっと不安になるんだよな。ここはいいんだけどさ。このトゥ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 、マリオ64のテレサのとこの地下のとこみたいな音楽だよね。よし、水も終わったな。今日の仕事おしまい。耕すぞ耕すぞ。明日の準備。
これちょっとめんどくさいな。ここどうなんすかね。いるんすかね、ここ。これで OK になりませんかね。8割耕すのって結構しんどいぞ。トラクター使え、トラクター。バカなことやってねえで、おめえも働け。あー、しまった。あー、でも水やりでスタミナ消費してるから OK かな。1、2、3、4、5、もうわかんねえ。1、2、3、4、5、6だと思う。お前それじゃねえよ。よし、5やないか。でも埋蔵金だけで生活できるんじゃないかっていうぐらいお金埋まってるよね。まあ、夏はほぼこれで終わるかな。春ではギリギリ終わりきらなさそうだけどね。今日は700円だ。個人的にね、こうドルのイメージだね。100倍ぐらいにしたらね、物価がぴったりぐらいになりそう。じゃあケーキ1個5万円かよ。プーさん蹴るな、高すぎるわ。終わった。卵1個5000円かよ。でも家の改築が1万円でしょ。安すぎだもんね。さあ、お祭り。さてさてさて、とりあえずね、ここでまず、まあ明日の作業終わってからのつもりなんだけど、どこでもセーブ。ね、女の子たちと全員とデートしたいんでね。